大丈夫か。しっかりしろ。おい、毛布持ってきてくれ。はい。大丈夫だ。警察だ。名前言えるか。木村です。よし、大丈夫だ。あの女は死んだよ、今。他に誰もいない。逃げた形跡もない。だから犯人は柏木千鶴だ。女子大生が犯人なわけないって言ってたじゃないですか。犯人なんだからしょうがないじゃないか。脳みそがないのに犯罪はできない。人は脳で物を考えるんだ。心臓が動いたら生きてる人間だよ。はい、もう。行方不明の女子大生がゴリラみたいな力で人を殺して脳みそ料理作って、しかも死んだ時には自分の頭に脳みそがなかった。この事件のどこが解決なんですか。じゃあ他に本当の犯人がいるってのか。どこにいるんだそいつが。え、言ってみろ。うるせえガキ。なんだ。おい、どうした。綺麗な